作り感を出すようにこう見た目も味わってもらえると思うんで。本日のキッシュと季節のキッシュで、本日は今日はエリンギと自家製ミートのキッシュで、いろいろも今後も変わってきます。で、季節は今は冬なんで、あったかくてグラタンキッシュっていうのをやらせていただいてます。その具材も本日でいろいろ味が変わってくるんですけど、生地ですね、あれを味わってほしいなと思います。オーナーのご実家から採れたお野菜も入ってるんで、採れたてを使わせてもらってます。アンティークマッチしたところ、もうちょっと一歩入ればもう全然違う空間になってると思うんで、特別な5時間を過ごしてもらいたいなと思います。